ボイゲン・ポランスキは、ポーランドソスノビエツ出身でドイツ育ちの元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。出生時の名前は、ボグスワフ・エウゲニューシュ・ポラニスキ。10歳から、ボルシア・メンヒエングラットバフ派に在籍し、2005年2月12日のベルダー・ブレーメン戦でトップチームデビューした。このシーズンは1試合のみの出場だったが、2005から06。 シーズンに大きく成長して、チームの主力となった。2007から08シーズンはに、ブンデスリーが2部で戦ったが、バランシェン・ヌェフシーから移籍してきたパトリック・パウベが、徴用され、ポランスキの出場時間は大きく減少した。2005年11月19日の、バイアーレーバー空前戦で決めた得点が、ブンデスリーがで決めた、唯一の得点になった。2008年7月7日、 スペインのヘタフェ CF に移籍。9月28日のアスレティックビルバを戦でデビューした。序盤戦は出場機会が少なかったが、冬頃からレギュラーに定着。中盤センターで、ハビエル・カスケロとコンビを組み、26試合に出場した。2009年6月12日、ブンデスリーが一部に昇格した位 FSV マインツレーゴへレンタル移籍し、 再びドイツでプレーすることとなった。9月17日、2年契約でマインツに完全移籍した。2013年1月25日、ホッフェンハイムへ2015年シーズン終了までの2年半契約で完全移籍した。2017から18シーズン終了時に契約満了によりホッフェンハイムを退団。 その後無所属状態になったが、2019年1月に現役引退を表明した。ドイツ U-21 代表ではキャプテンを務め、2006年の UEFAU-21 欧州選手権ではセルビア・モンテネグロ戦でロングシュートを突き刺した。ポーランド代表のパベウヤマス監督は 2006FIFA ワールドカップを前にポランスキに国籍を変えるよう説得した。 2011年8月10日、ジョージア代表との親善試合で、ポーランド代表デビューを果たした。ありがとうございます。